い。境内で半裸ライブ、失礼と反発。ロックやな。冷やし中華、日清製粉株式会社の小麦粉 100% 使用。日清製粉いいんや。瀬戸田さん、レモン入りスープ。瀬戸内202。あ、初冷やし中華やな今年な。始まったな今年も冷やし中華。うわ、このタイプか。まあこのタイプやわな、そら。このタイプ以外見たことないけど、うん、サキスープかな。サキスープやな。うわ、からしとかないしな。からしとマヨないな、この部屋にな。からしあったっけな。からしあったっけ。からしあった。昔の例来。昔の例来は。昔の例来。偉いな。ないな、これ。あ、なんか。なんかもうないやん。ないわ。どうしよっかな。さっきこれやっぱ混ぜた方がいいよな。絡ましてから、うわー、またこの割れ方や。最近この割れ方多いな。ついてないわ。ついてないな。四角いな、麺が。面四角いわ。韓国産ヒラメから基準超え寄生虫。いっぱいいたんや。基準超えとか。サイコブレイク編集するな。混ぜよう。こっち混ぜとこう。よし。カップヌードル味のソフトクリーム限定発売。なんなんやろ。なんなんやろな。まあ、あえて見えへんけど。カップヌードル味の塩キャラメルみたいな感じやな。それっぽい感じでカップヌードルみたいな感じなの。うわぁ、地味やな。冷やし中華で卵とカニとチキン入ってただけでよかったっけ。もうちょっとあったよな、なんか。こんな地味やったっけ、冷やし中華って言われるもんって。きゅうりとか入るよな、もうちょっと。きゅうりとか、野菜ないやん。うわぁ、やられたな。ごまかけて、よし、行くわ。カニ風、かまぼ、カニ風味ってやつやな、これ。うわぁ、この麺のこの固まってるとこ嫌やな、これ。たまにさ、こういう蓋との間にね、こう挟まってぺったんこなってる麺あるときあるよね。あれ嫌やわ。あれ嫌。俺この間ラーメン屋で替え玉したときもね、なんかぺったんこなってるとこあったねんな。あれ嫌やわ。いただきます。
おいしい。一発屋総選挙、初代1位はヒゲ男爵なんや。2位ムーディー勝山、3位ゴージャス。ゴージャスなんかツイッターやってんやろ。普通じゃわ、あのはい YouTube ね。ですよって誰知らんわ。5位ですよ、知らんな。6位レギュラー、レギュラーな、女性もんであったな。うまいや、うまいね。あ、俺前探してた記事見つからへんかったやん。普段 AV 男優が教える行きそうになった時の対処法、あれ読みたかったな。あとで調べよう。俺こんな感じで出てたんだよ、この横のとこのニュースの、ニュースがドラドラ流れてるとこで。この間ツイキャスで浮気調査、浮気とか不倫の調査してたけど、男の女もしてたよな。半分ぐらいしてたもんな、半分以上してたか。結構みんなしてんねんな。まあ相手が不倫状態っていうのは、いろいろあるよな世の中。なるほど。人妻デリヘルとかあんなもあるらしいから、人妻とか需要あんにはあるかな、そういうね。奥さんなんたらかんたらいうタイトルがあったもんね、 AV よくね。あんま熟女も好きじゃないねんな。食べちゃったな、足りひんの。このスズキ福&芦田愛菜が恋人役、田中美穂新ヘアに絶賛の声。芸能人の考えどうでもいいんちゃう。締め付けおなほ、膣肉キッツキツすごいな、そのまんまやな。はい、ごちそうさまでした。冷やし中華始まりました。
なんかあるもんだ。ないよ。76歳のおばあちゃん、孫に誘われて衝撃の AV デビュー。大正生まれの AV ギャルっていうやつあったよね。